噛んだら噛んだって言ってる。噛んだ噛んだ。一生美女だ。一生美女だ。一生美女だ。皆さんもまだ緊張するの？するよ。見えない。心臓バクバク。始まるよ。一生美女道。皆さんおはようございます。一生美女道の時間です。女性の起業をゼロからサポートする女性起業パートナーズの松崎花子と岡間愛です。一生美女道は社会の常識の枠を外し、自分を自由に表現して女性らしく心豊かに生きる粋な起業家を目指したい女性生きジェンヌのためのお役立ち番組です。そしてありのままに生きることをテーマに、自分自身の経験を通して培ったビジネススキルや悩みの解消法、そして直感を使った楽しい生き方を発信します。で、今日のテーマは表現することです。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmginowan.com、 また FM ギノワンではユーストリームとツイキャスで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動してますので、たくさんツイートしてくださいね。よろしくお願いします。では一旦ここで CM です。よし。これ何秒だったっけ？1分の CM、 1分後に。はい、おはようございます。今日はね、愛さん、ゲストがね、はい、2人いらっしゃってます。賑やかな朝を迎えてます。紹介しようと思いますよ。今日は今週ある影公演のメンバーから X さんに お越しいただいてます。皆さんおはようございます。いくでございます。朝ですよ。ね、元気ないくちゃんです。はい、おはようございます。それから交流会、先週の交流会のメンバーで、美穂さん来てもらってます。はい、おはようございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はね、4人でお届けしたいと思います。で、今日のテーマは、表現することなんですが、どうしようかな。まずは影の告知から、ね、させてもらおうかな。そうですね。ね、今日ちょっと待ってね。代表のね、元の及川さん、今日お休みです。はい、そうそうそう。急遽だから私パーソナリティメインをやってますけどもね。はい。元のどこで仕事してるかな。うん。で、今週の土曜日に影絵の公演が。あります、はい、あります。で、先週ね、ちょっと告知をして、今日ゲスト呼びますということでいくちゃんに来てもらいました、うん、紹介ちょっとしてもらおうかな、いくちゃんから。そうですね、うんうん、大里城市、志摩市大里城市南城市にあるんですけれども、うん、2年前にね、うん、やったんですよね、影絵の夜、2014年11月23だったかな。やったね、ね、やったね、うんうん、でその後も、うん、まあ影絵
まあ、ちょこちょこ影ちょこちょこ ね、あの私も出演させてもらったりしたんですけど、うんうん、また、2年越しにこのようやく2年ぶりだね同じ場所でやばいっすね、うん、やばいしか言ってないんですけどあの6人の母ちゃんがですね、うんうん、もうほんと突き動かされるように、うん、もう家事も育児も仕事も、いろいろやりくりしましてあのもう自主公演です、うん、をあの2年ぶりに開催いたします、うん、日にちがですね11月の5日土曜日です、うん、で会場が6時でスタートが7時、うん、始まります。で、ちょっとね会場が早いのはなぜかというと、うん、出店があるんですよ、ね、うん、あの美味しいご飯、うん、ご飯をね、そう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 、何店舗、3店舗の予定かな、ね、飛び入りいる、ね、ね、とり飛び入り、ね、いてくれたら連絡ください、みんなでご飯食べたらいいよ、それ、うん、ね、あ、そう、急に寒くなったしね、温かい飲み物とか欲しいな、あのね、あれ、まあ、出店のお店がさ、うん、イルマとベッタっていうお店と、うんうん、花子パンと、うん、あとスナってお店なんだけど、うん、この間花子パンのともえちゃんに会って、うん、スープ出してくれるって、うん、あったかい、やったやった、嬉しいですね、それ言おうと思ってた、今話してる急に寒くなったからさ、うん、ね、野外なんです、野外、そう、野外、そうよ、野外公園なんです、そう、だからお越しの方々はまあ敷物とか寒さ対策はね、うんうん、していただいた方がいいかなと思います、うん、まあ、私たちも、うん、まあ、準備できるものは、準備できるものはね、うん、ダンボールの敷物、今後ろの車の中にはダンボール山積みですダンボールあったかいですよ ね、 ね、 え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 ダンボール舐めちゃいけない、ね、ね、ダンボールってすごいんですよ、 そ、 う、ね、そうなんです、そうです、で、6人で、うん、影の奥平舞子さんと、それからライアの阿部民子さん、うん、それから舞踏の狩集まり敦子さん、うん、それからパーカッションの川崎恵子さんと、それから歌踊りのいくちゃんと、はい、そして私も操作、影の操作の方で参加させてもらってます、6人です、ね、まあ、みんな母ちゃんね、まあ、みんなお母さんなんですか、みんなお母さん、みんなお母さんすごいよ、みんなお母さん、家事育児をしながら、うん、しながら、お仕事しながら、まあ、ちょっと若干家事がおろそかできないよ、完璧に、うん、仕事しながら、うん、すごいです ね、 ね、みんなそれぞれ個々に活動を6人それぞれやってるので、はい、より集まって時間あるときにだよね、練習しながらやってますよ、先週はね、合宿をします、そうもうね、もう合宿しようってなってもうみんな合わせる時間がねやっぱり取るのが大変なので、うん、みんなで読谷まで行って合宿しましたよ、うん、もうねー、楽しかったね、楽しかったね、楽しかったし、よかったね、よかった、やってよかったね、うん、もう夜中までねやってたけどね、いろいろ、あでもない、こうでもない、ね、できるから、うん、いつもほら子供が帰ってくるとかあるさ、うん、だから あれなんかね、そいろいろこう気が散ってしまうけど、うん、集中してできたね、うん、だからすごい良かったと思います、ね、ね、だからもうねこの成果をというかね、ぜひねこれはねこの奮闘ぶりをそうよ、あのね5日6日ねめっちゃイベントなんだね、もうね承知しておりますよ、承知してるけれども、これはね、なかなか見られない、そうこれ、ね、家計の公演って、ね、あまりないですよね、うん、ないないない、あの大里城市のね、うん、あの空間と、うん、この6人 の、 あの奮闘ぶりと、そう、もうなんだろう ねこれはね、うん、本当にあのご覧いただいた方がというか、うん、まあというかあのお越しいただいた方のエネルギーもこう、うん、いっぱい入ってる、ね、入って、うん、あいいね、はい、成功することしか私は想像してないですけど、ね、うん、これは本当ぜひいらしていただきたい、そう、なんか多分影、美穂さん影ってどんなイメージ、うん、影ですか、うん、私見たことないかも、影、うん、そうね、あんまりないかも、機会がなかったです、ね、うんうんうん、なんか影っていうとね、手でこうほら、うん、やって、そうですね、人形とかね、鳥が飛んでくるとか、お子さんの影、うんうん、の劇団みたいなのもあります、うん、東京とかかな、なんかテレビで紹介されてるのを見たんです、うんうん、手で、みんな手でこうね、うんうん、やってとかね、鳥を離したりして大きくしたりとか、ね、そういうのを見たことがあるんですけど、うん、あれ違うんですよね、ちょっと違うね、マリさん前、マイカちゃんの影はね、平和記念公園で、うん、あ、そう言った、それ、うんうんうん、でも子供がいて、子供があっち
行きたいこっち行きたいして、うんうんうん、ちょっとしか見られなかったんですけど、うん、はい、なんかもっとちゃんと見たかったなっていうのがあって、ね、大スクリーンです、うん、6メーターかけ3メーターだったかな、ね、うんうん、6メーターくらいの大きなそのスクリーン母ちゃんたちでホンってあ、皆さんご自分たちで自分たちだって誰もやってくれないからそうそう、大道具さんもいないです。すごい、美穂さんがめっちゃ笑って、想像しちゃう、すごいよね、だから、うん、たくましいよね、たくましい、たくましい、発電機借りてきてさ、照明やって、ドラム持ってきて、ね、うん、運ぶのも全部自分たちで、ストーリーは誰が考えるんですか、みんなで考える、みんなで、あでもないこうでもないっていうのを、ね、う永遠繰り返すってね、いやーこれこうだった、これはこうかな、いやこの間見たしなんかこう本ではさこうこうこうで、いや私それさ見たんだけどさとかどんどん話が、ね、長いね、シナリオができるまでが長い、ものすごく長い、本当に一から作り上げてる、ゼロだよね、マイナスかもそうだね、マイナスぐらいからだよね、そうだね、スタートはでも、うん、やっぱりなんかこの6人に共通する、うん、なんかタイミングがあるんだよね、だから、うん、あそれ私だみたいな感じになったりとかして、うんうん、なんかスイッチが一緒っていうか、なんて言えばいいんだろう、ポンって入るね、うんうんうん、あみたいなね、そうそうそう、あ分かる分かる、みんなこうトン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 って腑に落ちて やってるから、ねえ、いやーね、これはね、ぜひぜひ、これ、ね、自画自賛ですけど一応ね、YouTube にも前回作品の映像は残ってるんですよ、そうなんだ、あるある、大里城市影絵の夜で検索してもらうと、前回の作品の YouTube は、画像は見れます、動画は見れます、大里城市影絵の夜、だけど多分ね、あの現場の雰囲気、全然ね、生だ、あの太鼓の音とか、うん、あの真っ暗な中に光が差す感じとかっていうのはやっぱり現場じゃないと分かんないもんね。そうでさっきちょろっとね、あの待ち時間に話したけど、うん、まあ、 あの即興の部分も結構あるので、うん、その時の、うん、例えばね、うん、なんか風が吹いたら吹いてなんちゃらとか、うん、なんかの表紙にもうシナリオ通りにはいかないから、うん、いかないからね、結構即興の部分もあるからすっごい緊張とすっごい集中力でやってるからすごいよね、すごい集中力だよね、ゾーって疲れるけどでもすごいなんかもうなんて言うんだろうね、ピンってこう一本こう立つよね、うん、何も、うん、みんなそれぞれね、本番直前のエネルギーはすごいね、うん、すごいので、うん、まあこんだけ自画自賛しますって感じですよでもしたくもなるわって感じですよね、この感じはなかなかない、うん、あの全部準備された中でうちらはやってるわけじゃなくて、うん、自分たちで一からもう自主公演で、うん、あの、うん、場所のね、そう、そういろんな方にご協力はいただいてますけれども、うんうん、あの実際こう働いてない動いてるのは動いてるのはもうそうそう自分たちなので、でもどうしても足りない部分はやっぱりいろんな人に助けていただき、受付とかね、今回もね、いろんな人に助けていただきながら、それこそ場所をお貸しいただいてる方もいらっしゃるので、で場所なんですけど、志摩市大里城市って南城市にあるんですね、で志摩市大里城市で検索すると結構ねへんてこりなところに行くんですよ。なので、大里西バル公民館、西原と書いて西バル公民館なんですけど、ここを検索してもらうと場所に行けます。うんうん、で、詳しいチケットですね。大人の方19歳以上かな、うん、2000円です。それから親子チケットっていうのがありまして、うん、大人1名につき、ご家族のお子様だったら何人連れてきても、この親子チケットで入れるという2500円ですね、うんうん、こちらがあります。でチケットの予約お問い合わせは電話番号申し上げますね、080-5204-8454、080-5204-8454ですので、こちらの方に、お問い合わせいただければと思います。お願いします、18時会場の19時公演で1時間半ぐらいかなかなまあまあ9時ぐらいまで、9時ぐらいまでを予定してますので、うん、はい、
で、Facebook の方にも公式のページありますので、うん、当日のね、注意とかなんか見たい方は、うん、その Facebook の方で検索してもらえればいいかなと思います、うんうん、そうですね、うんうんうん、親子チケットっていうのがとっても、ね、うん、得ですね。そうですよ、子だくさん、うん、そうそうそう、3人連れてきても4人連れてきても、で野外公園になってますので、敷物と持ってきてもらって、で暖かくしてもらってね、寒さ対策と、ね、寒さ対策、あとほらほら、子供チケット、うん、高校生とか、うん、高校生とか、あとお友達のお子さんを一緒に連れてきましたっていう方は、うん、一家族につき500円、うん、子供さんだけの場合、子供さんはね、例えば愛さん家の子供を、私が連れて行きましたってなったら、うんうんうん、500円のチケットで愛さん家の子供お子さんは入れるよっていう500円の子供チケットっていうのもありますので、うんうん、もしねお子さん興味がある方、うんうん、夜なんですけどね、高校生とかね、高校生とか中学生とか、うんうんうん、なんかこういうぜひ見てほしいね、ぜひ見てほしい、不思議な世界、不思議じゃないか、楽しみですね、でも舞踏もなかなか見れないしね、影もなかなか見れないしっていうことで、あと上司でねこういう公演っていうのは、大里上司ではあまりないので、こういう公演っていうのがないので、ぜひね見に来ていただきたいなと、はい、よろしくお願いいたします、よろしくお願いします。もう一回日にち言っときますね、2016年11月5日土曜日、18時会場19時、場所は南城市島沿いと書いて島市大里城市、でありますので、こちらの方で検索、影の夜プロジェクトで検索したら出てくるかな、で前回作品も影の夜で動画検索していただければ雰囲気は多分伝わると思いますので、ぜひ興味ある方はぜひよろしくお願いいたしますお願いします。もう来てこれ聞いて来てくれた人はもうハグしたい、もしねこれもしラジオを聞いて、来られたっていう方がいらっしゃったら、ぜひ声かけ、漏れなくハグですよ、いくちゃんのハグ付き、ちょっとさもね、私のハグもちょっとしっとりしてるかもしれないけどしっとりハグしますよということで、はい、6人の母ちゃんがいっぱい表現してますのでね、はい、よろしくお願いいたします。でいくちゃんでした、はい、はい、でねあとどうしようかな、この後は交流会、先週あった交流会のね、はい、お話をちょっとしようかなと思ってます、うん、美穂さんも交えてね、本当はね美穂さんは , 笑い話ですよ、ね、本当はね来週来てもらう予定で、来週来てねって言ってオファーかけたら、今朝来たらいらっしゃいました張り切ってきちゃうなので出てもらっちゃいましたね、先週のいつだったっけ、何日だっけ、27日木曜日に、はい、どこでやったったっけ、中城のマザーハウスで、何人いたかな、全部で私たちも含めて8名いて、8名で集客をテーマに一応ワークをやったんですよね、で今日ミキサー触ってもらっててるめぐみさんもね、はい、一緒に、はい、そうなんです、ねね、せっかくなんで参加させていただきました、うん、そうそう、ありがとうございます、ね、で交流会は実はいくちゃんもね、4月の時に、女性企業パートナーズの交流会には参加してくれてて ね、ね、その第4回目かな、第4回目をね、この間ついこの間やりました、でこの間集客だったんですけど、はい、ワークの中で、ワンツースリーを決めたんですよ、今自分に必要な集客っていうのでね、美穂さん何でした、私一番目がフェイスブック一番苦手なフェイスブックで、2番目がラジオでした、ラジオで3番目が口コミ、でどうするかってなった時に、ラジオ出てきたから、じゃあラジオ出ますかっていう話で、今日そうなんですね、本当は来週だったんだけどきっと来週もいるかもいるか いるかも、でラジオだったの でこの、 1,2,3,3つ集客の方法を、割り出したのがね、やり方を愛さんに説明してもらおうかな、ちょっとそうですね、まずね皆さんに自分が集客される側の視点で思いつくだけ、きっかけを、Facebook、ラジオ、口コミとか思いつくのをカードにいっぱい書いていただきました、でそれを裏返して、みんなの分集めてシャッフルして
その中からね、はい、みんなで、みんなで割り振りました、カード1枚ずついてこんなの出ましたっていうのがあって、でさらに自分が引いた中から、もうワンツースリーをね、1番2番3番を引いて、今出てきたのが、今美穂さんが言ったのは1番がフェイスブック、2番がラジオ、3番が、めぐみさん何でしたっけ、めぐみさんの面白かったそうですね、すごいまとまってましたよね、っていう系だったんですけど一番目に引いたのが何だったっけ、私がなんか呼んでる、呼ばれてる、呼ばれてる、勝手っていう風に、呼ばれてる感じがしたみたいな感じがしたっていうのが一番だったんですよ、そう、見てっていうね、で、愛さん何だった、一番、私一番はチラシですね、カフェとかのチラシ置いてあるチラシとかだったで、私テレビだったの一番、うん、速攻テレビにオファーかけたよ、すごい、影もこんなのやるので、取材してくださいって、全然一向にレスポンスはないけど、ほらこれ誰だほらみおさんどうでした、これ弾いて、自分が書いたものじゃない、ね、苦手なことだらけ、自分がしたくないことだらけのナンバースリーみたいな、そうなんだ、そうか、そうか、そう、多分避けてきてたよね、そう、なんかやっぱり自己表現、今日のテーマの表現することで、そのね、一番苦手なものが出てきたけど、なんかトライできたことある、なんか1週間、今日はとりあえずラジオ、ラジオだったけど、とりあえずね、1個クリアだよね、1個クリアだよ、1個クリアだよね、そうですね、本当に、で、Facebook もなんかね、後々やっていこうかな、ちょっといろいろ聞いたので、やり方をね、知ってる人がね、何人かいたから、それをやろうかなっていう話になって、愛さんなんだ、愛さんなんかこの1週間ぐらいの間に、私は、まだチラシとかはできてないんですけど、Facebook の、女性企業パートナーズの、交流会の様子を報告するっていうのを、そうだ、ね、文章を見ました、報告を愛さんにやってもらった、すごいドキドキしながら、そうなの、はい、ね、たくさんの方に読んでいただけてるのかなと思って、変なこと書かないように端的に伝わるようにと思って大丈夫大丈夫、バッチリ伝わってた、お、すごいね、愛さんから出てる、あ、本当ですか、優しい、優しい感じ、そうなってました、なんかこんな感じで、とりあえず自分でね、めぐみさん何かやりました、私はね、帰ってきて、すぐに社長に相談して、すごい、そうです、もうね、ここのことが出てきてましたもんね、カフェの玄関、それから看板、そして私を見てそうそう、 FM 技能はもね、なんかここの何、やってくれる人を探してるんですよね、そうです、探してます、ね、番組を持ってくれる人を探してるんですよね、はい、そのね、ツールとしてというか、やり方として、表現の方法として、それがカードが出たっていうことなので、まあ、このタイミングだろうということで、社長もね、やってみろということで、すごい、いただいたので、ちょっと進めています、あ、そうなんですね、はい、嬉しい、なんかという感じで ね、結構みんなそれぞれに自分じゃ、自分が書いてないやつだもん ね、すごいですね、たまたま引いたやつ、そうそう、なんかこれチラシ寿司って書いてあるよ、チラシ寿司コメント書いてる人、チラシ寿司って寿司って書いてある、あとさ、私がチラシ、ね、チラシ言ったからかな、チラシ群馬から、あ、群馬から行けない、群馬行っていただいてるんですね、群馬、埼玉、ありがとうございます、群馬って書いてある、本当だ、あ、影に興味を持っていただいてるんですね、群馬まで行きますよ、呼んでください、呼んでく、呼んでください、表現しに行きます、6人の母ちゃんたち、子供も連れていくかもしれない、そう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 、ここで想像したくない、合宿再びみたいな、あ、すみません、ね、せっかくほらコメント残してくれたからと思ってすごい、さすがいくちゃん、そうなんですね、チーキャス見てくださってる方も ね、コメントありがとうございます、あちあち、そう、あちのなんですよ、こんな感じであっという間に時間が過ぎちゃう、これきっとこの交流会の話はね、また来週もアシナさん、美穂さん来てもらってね、来ます、今度私がいるんですよ、一緒にいたじゃん、ゆくちゃん今週呼んでない、終わったじゃん終わった報告しに来る、そうそう、チームみたいな、は
そういう流れ。すみません。面白い。ねえ、ということで、あっという間に、あっという間にかな、あっという間ですね。ぜひぜひ、ね、今月も実はその交流会、うん、あの日程の方だけ、うん、とりあえず決まりでいいのかな。まあ、決まってます。まだ11月の11月後半ですね。後半にまたやりますので、はい、あの、うんうんうん、次のテーマは多分インスピレーションマップかな。次は2ヶ月に1回。それ。ニヤッとしちゃった。やりますのでね、はい、ぜひあの興味ある方は女性企業パートナーズで検索してみてください。はい、あっという間でしたけれども、はい、では。終わりにしようかな。そうですね、寂しいね。早いですね。寂しいね。はい、お相手は松崎花子と他舞と、はい、いくちゃんと美穂でした。はい、また来週の9時半にお会いしましょう。皆さんさよなら。さよなら。ありがとうございます。